こちらと比べると、そこの雰囲気は違います。こんにちは、うさんこです。もううさんこはクリスマスモードです。で、この巾着袋バッグがすごく使いやすいので、クリスマス柄の巾着バッグを作りたいと思っています。で、今作っているのは、この下がラウンドしていてダーツが入っているものです。こちらはまっすぐ、そのまま待ちもないもののバッグなんですけれども、今回はダーツ入りで下がラウンドしているものを作ろうと思います。こんな感じの底になる予定です。裏布はもうこんな感じで出来上がっています。ポケットをつけてここにスマホを入れる予定です。ここはこんな感じになっています。表布2枚、裏布2枚用意します。で、持ち手を作ります。こちらは12センチの持ち手を半分に折って半分に折って半分に折りました。作る手順としては、まず持ち手を作ります。持ち手はだいたい35センチになります。縫い代込みです。で、ダーツを入れて表布に縫い手を、持ち手を縫い付けます。で、裏布にポケットをつける際は、こんな感じで組み立てる前につけてください。こちらにスマホを入れて、まあこちらはちょっとしたものを入れられるようなポケットにしました。で、こちらのラウンドなんですけれども、まあ普通にシンプルに長方形を切ってもらって、まあ分度器なんかを当てたり、まあ角だけをちょっとこう半分に折って切り落とす感じで、こんな風に切っちゃっています。すごく私は割とアバウトに自分だけのものを作るときは作ります。で、ダーツを入れるんですが、今回のダーツは中心を決めます。中心を決めて、中心から10センチのところ、で、下から3センチのところに印をつけます。で、この11センチのところとこの3センチのところをまず結びます。で、ここからさらにここからここ、この点とここのそこの距離が3センチになるところ。だいたいこのこことここの距離から1センチぐらいのあたりが中心の線になる予定です。で、そこから1センチ。横に行って、で、ここの距離がだいたい2センチになるところになります。で、こんな風にダーツを入れていこうと思います。で、ダーツの入れ方は自分でもう約束を決めて4箇所入れてください。で、この中心を折って外側から内側に縫います。全部こちらも同じ約束で作ります。こちらの定規があるとすごい便利です。ダーツが入りました。ダーツが入ったら中心から5センチのところにこの持ち手の外側が来るように仮縫いします。表布が仕上がりました。できたら表布と表布をまず中表に合わせて、まあ、上から6センチ、上から8センチ、間2センチ空けたところを残してぐるりと縫います。で、ここがこの紐通し口になります。大体このリボンが15ミリ幅なので2センチ開けとけばいいかなと思います。ダーツはこんな風に互い違いになるように縫い合わせてください。こんな感じでサイドが開けました。裏布はサイドに返し口を残して
裏布は縫ってしまいます。でタグあのダーツは互い違いになるように返し口を残して縫えたら裏布を表に返して表布に重ねて袋口を縫います。でここもこんな風に縫い代を開いておきます。ただいまメンテナンス中です。返し口から表に返します。この紐通し口の上下2本をぐるりと縫います。できました。ちょっとだけ下がこんな感じにダーツが入ってラウンドしています。こちらと比べるとそこの雰囲気は違います。で引っ張るとギューッとこんな感じになります。中はこんな感じです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。